もう気になってることがあるんですよ、下野さんに関して、あのすごい早く聞きたいんで、もうタイトル言っていいですか。何、長くなるのかい。長くなります。長くなるんだね。皆さんにも聞いてほしい。ああ、はいはいはい、すごい気になってること。分かった分かった。じゃあとりあえず、それではね、早速始めていきましょう。ラジオミスティ第5回。下野さん、その肘どうしたんですか。あ、これ下野博と梶裕貴のラジオミスティ。はい、どうも。ということで、2週間ぶりでございますね。はい。ね、8月もう終わっちゃうね。終わっちゃいますけど、はい、もういいんです、そんなことは。もう、それよりも気になってる。気になってる、ね。タイトルにしちゃうぐらい気になってるんです、僕は。あのね、その可愛い絆創膏は。あ、このね、あの、ちょっと吉本印の絆創膏ね。キャラクターいますね。そう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 。あのね、違うんだよ。はいはい。あの、この間ね、軽く遠赤からね、こう走ってる時にね、小走りしてて、走ってる時に、遠赤から飛んで、あの、ちょっとグキってなったの。あ、待ってください。なんでそんなに陽気なんですか。いや、陽気じゃないよ。あ、まあ、ちょっと、あの、急がなきゃなって思ってて。あ、なるほど。現場にね、で、その時につまずいて、つまずいて、つまずいてじゃなくて、飛んだ時に着地で失敗して足ちょっと軽くひねって、それでこけた。飛ぶんですか、遠赤。遠赤っていうか、あの、歩道がさ、ちょっと高くなってるところあるでしょ、あの歩道で。あー、分かる、分かんない。それ飛んだわけですね。そう、そっから軽く飛んだの、軽く飛んだら着地に失敗して、飛んだわけですか。で、前のめりになってこけて、うっそ。で、肘今気になってるでしょ。はい。でもね、それよりももっと気になるんだけど、はいはい、これ実は2つあるんだけどさ。おっと、はい、あのね、足をまくって、あのね、まず、この怪我、膝ですね。膝もダイナミックにやってジーパンが破れたの。ジーパンが破れるほどすっごい。ジーパンが？ジーパンが。え、だって今この皆さん、まあ分かんないでしょうけど、この今下野さんの膝がですね、あの、絆創膏の大と中が2枚貼ってるんですよ。2枚貼ってるの。でかいのがなかったの。それぐらい広い範囲ですったのね。特大がなかったんですね。そうそう。で、もう一つ気になるところあるでしょ。はいはい。すね毛がないんです。ないですね。ないですね。すね毛ないですね。なんでかっていうとですね。これないのはなんでかな。説明しますとですね。すね毛ないと思ったんですよ。あのね、この間ね、あの、ちょっとイベントとかあって、で、その時に、あの、お渡し会だったんだけど、その時にあの、ファンの人とね、あの、すごい喋ってたりとかしてるんだけど、その時に、あの、ちょうど、ハーパンを入ってたの。ハーパンっていうか、短パン入ってた。したら、下野さん、あの、今日短パンですよね、あの、すね毛の処理とかしてますかって言われて、いや、してないですって言って。あ、その時はしてなかったの。してなかったの。ダメですよ、そんなしなきゃっていう風に言われて、ああ、そっか、しなきゃいけないかと思って、で、俺は除毛剤っていうものをね、知ってて、で、その除毛剤っていうものは、毛が薄くなるものだと思ってたの、勝手に。女性用の、そのなんか除毛剤みたいなものがあって、それだったら女性用だと、その女性のね、まあそうですね。あの、ちょっとしたこう、薄い毛みたいなものだから、男性の俺だったら多分濃いから、毛が。それがちょっと薄くなるぐらいかなと思ったの。もうごっそりなくなって。マジっす。あ、それじゃあ、クリーム的なもので。クリーム的なもので。ちょ、もう一回いいですか。そうそう、クリーム的なもので。うわ、ほんとだ。綺麗になくなって、今ちょっと。そう、今ちょっと生え始めてる。再生してると思うんですね。もうすごい後悔してさ。それ、あの、そのクリームつけたのは、イベントが終わった後ですよね。終わった後。じゃあ特に誰にも見せてないわけですか。あとね、その後ね、また別のイベントがあったんで。そこでは。その、あの、ちょうど、その終わるっていう時に、あの、幕が閉まるんだけど、幕が閉まるイベントだったんだけど、その幕がすごいゆっくり閉まってたの。やべえ、間が持たねえな、バイバイだけじゃと思って、思わずすねを出した。あ、その時は特に長かったんだけど、長かったんだけど、幕が。けなしいひろたを、そうそうそう、こう、ご会長したわけ。そうそう。いや、見事にない。ないね。まあまあ、ここから生えてくるでしょうけどね。そうそう。いや、もうね、ほんと、かゆくて仕方がないみたいな。いや、それでまあ、そういうことで、その、肘の方もね。そう、肘の方も。肘も肘で2箇所傷ありますけど。2箇所傷ある。そういう、まあ、おっちょこちょいのひろたんですという。それが、それで締めるのかい？いや、いいじゃないですか、この、あ、そう。プリティ、プリティです。プリティがどこかな？さあさあ、普通の体行きましょうか。